はい、筋肉。前澤君とのトレーニング動画ですね、撮り終わりまして、対談ということで、いろいろ、まあ、俺も聞きたいことあるので、これだと前澤君の方のチャンネルでも、俺と対談撮るから、そっちもぜひ見てください。ということで、まあ、前澤君の簡単なプロフィールというか、経歴、はい、というか、まあ、みんな知ってるもんな。でもこのチャンネル見てて知らなくていないでしょ。知らなくていないからさ、まあ、改めて、何歳ですか。今23です。23か、23か、23。ライザー君と俺初めてなんかさ大会で戦った時、何歳、あれ何歳だった。僕は16の時、多分お母さんが優勝した。あのジュニアの時ですよね。はい、あれもう16か。16で大会出てってすごくない？まず。やばい。高校1年生と。高校はその時2年です。2年。はい。やばいよね。懐かしいな。懐かしいですね。じゃあトレーニングは何歳ぐらいから。トレーニングは ウェイトがそうです。11歳。11歳、はい、11歳からウエイトってすごいな。すごいよ。いや、まあ、家族がそうなんだもんね。そうですね、兄さんとかね、はい、そういうちょっとスポーツ系の家系の。11かってことはもうトレーニング歴10年以上になってるから。そうですね、一応歴だけで言えば。すごいね。でボディービル最初出たのは何歳。13歳。すごいね。え、神奈川かなんかだっけ。あ、そうです、そうだよね。オープン大会。13歳、12だ。12で初大会ってすごいな。え、さ、中2なんてさ、みんなさ、遊びたい時じゃん。だけど、その中、ある程度遊んではいただろうけどさ、その大会は減量とかもするわけでしょ。いや、でも中学校の時は、まず中高、小中高でずっと10代やってて、で、階級が60キロ級だったんで、中学校の時は、その柔道の減量をしたまま出たみたいな。なるほどね。日焼けとかも本当中最初の時は何もしてない。真っ白で。でもそのね、相澤君が初めて出た大会のやつ俺見たことあるのよ。アイアンマンかなんかちょっと乗ってたよね。はい、俺それ、はい、見たことある。まあ、今とはもう全然違うんだけど。そうですね。やっぱり中学生だけどすごい、うわすげえなと思ったもん、やっぱ。俺が多分合同ジム入りたての頃だったと思うんだけど、それ見たのが。あ、その前なんです。うん。中学生で大会出ててすげえなーって。だから俺その時から知ってたから。で、チャンピオンになったのが日本選手権ですか。わー、21位です。21か、すごいよな。そうです、ね、21ってあれなんじゃない、最年少。いや、多分最初の方、第1回とか第2回とか結構若い人が優勝した。あー、そうなんだ。最年少は本当18歳とかなんですよ。歴代見たかった。でもまあ、めっちゃ少ない中で。まあ、多分そうです。そう、横尾さん優勝した時って2019じゃないですか。うん、あの時って何なんですよ。俺25。25か。25歳。25歳の代ですか。うん、25歳になってんだね。そう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 。21で優勝か。じゃあ、だって日本選手権とあと日本からスイーツを取ってるね。わあ、そうですね。80キロ級。はい。で、東京選手権を取って。はい、そうです。一応そんな感じがジャパンオープン出てない。ジャパンオープン出てないです。じゃあ、ほぼ。で、ジュニアも取って、いや、はい、あ、あと学生も出てた。学生、そうですね。取ってるもん、ほぼ俺と一緒だ。一緒です。俺はジャパンも出てないし、日本クラス別は80キロ級で取ってるから。1回しか出てないですよね、西倉。1回しか出てない。1回しか出てないですね。1回だけ。あ、東京取って、西倉取って、日本7位。え、どんな感じだったかな。多分日本クラス別が先だったのか。あ、先だったんです。あ、じゃあ西倉80出て、東京取って、うん、東京取って日本。で、6位だったかな、はい、最初。あ、そうか、6位っすね。俺がさ、最初、日本選手権6位になったとき、相澤君、日本選手権まだ出てない。出てないです。まだ出てない。あの時が高校3年生のときになって、ジュニア、その年にジュニアと。そっか。早いっすね。早いよ、マジで。何年前だ。いや、でもさ、俺さ、確か、日本選手権の時、相澤君にパンプ手伝ってもらってる。あ、ありました、上からこうやって。そうだよね、あれ、多分その時だよね、ジュニア。で、俺が日本選手権出てたけど、そうだそうだ、一人じゃできないんだよね。そうそうそう。パンプできないからさ、一人じゃなかなか。あいつは君に手伝ってもらったの覚えてるわ。で、2018が俺が2位になった時、あいつは君はその時は出てた。僕は学生じゃない。まだだよね、そうだよね。
絶対普通に 出てたらファイナリスト余裕で入れるぐらいだったんだけど出ないで学生に出てボコボコにするっていうあれはもうだって一人だけもう別格でファイナリストのレベルの人が学生大会出てるみたいな話があったそうかで2019で、10そうですね、その時、東京にとって2019の時に9位です、ね、9位だな、そうだそうだ、で安田君とはそのジュニアの時と日本2019年の時に2回一緒に戦ってるとか、そうか、次の年がそうコロナでな2020年コロナでなくて、2021年に安田君が一気にジャンプになった、なんかさまあ、もちろん元が最初からすごいんだけどさ、その2019かその2020空いて2021でとんでもない体になってた、まあ、2年ぐらい、1年か1年空いてるんだけど、その間ってなんかすごく気になってたんだけど、なんかトレーニングで変えたこととか意識したこととか、そうですね、もうなんか大きい枠で言うと本当にこう全体を使うようなトレーニング、全身をっていうところはやっぱ一つ意識したところかな。やっぱボードさんとかカクラさんとか、2019年の日比谷で並んだ時に、これはちょっと勝てないなって思っちゃった。なんかその厚みが違う、なんかこう迫力が全然違うので、でまあ本当になんかすごい表面的ではあるんですけど、そういう時にそのボードさん、田代さん、カズさんとかみんなベンチ強いんで、とりあえずこの胸郭周りとこの胸はベンチだな、なるほどね。すごい表面的な考えでやったってで結構重いのとかをやってました。だからその時がケツ上げやってたんで、2019かの時 の、はい、あの日本クラス別、はい、多分写真で見たら完成度は確実に相澤君が一番上だと思った。これは本当に田代さんとかと並んでたじゃん。で完成度ってその、はい、どのポーズとっても弱点がないとかで、絶対相澤君が一番上だと俺も見てるのすごい思ったし、ケツ反応そうだし、でまあ、ただその審査員が見た感じのその厚みとかがあったのかもしれないけど、そ う、ね、そうそうそう、だけど、まあ、それが2021年になって出てきた時にかなりその重みが増した迫力が体の、だからまあもう元々完成度が高いというかもう抜群だから、さらにそこに重みが増してきたらまあ負けるわけがないよねっていう感じで、2021年だから俺はもう日本選手権前からもう絶対優勝すると思ったし、その日本選手権前になんか出たよね、西から出たよね、80キロ級、そうだよね、その時にもう優勝するだろう、ね、その前のベストポーズからもう俺は見せて、あ、これはもう今年 100% 優勝だなって思って見せたんだけど、本当にね、すごい体になって、で今もう2連覇ということで、なんかこれから目標みたいなのは選手としては、まあ、とりあえずなんか世界選手権がすごい、まあ、去年 出たんだけど出れなかったっていう、うん、そうだね、あれは悔しいね、まあ、そこもあるんで、でなんか世界で、まあ、自分の身長と体重考えると75キロ級が結構適正なのかなと思って、うんうん、そこで戦えるようになるっていうのがもうだいぶ多分30歳ぐらいまでの目標なのかな、うん、なるほどね、そこから先はちょっとその場になってみないと分かんない、まあ、ね、とりあえず今はじゃあ世界選手権で世界、そうです、だからその前に日本を勝たないといけないので、まあ、世界狙うってことは日本も勝ってるよ、勝ってるじゃん、ね、それはやっていかないといかないといけないかなと。相澤君が、まあ、去年か、去年あんまり調子良くなかったじゃん、当日最後は。そうですね、いや俺はその予想動画みたいなの出してて、その時に相澤君、まあ、優勝するのは間違いないので、相澤君がもし万が一コンディションをかなり外したとしても相澤君が勝つっていう予想したら、そしたらなんかその通りになって、その通りにコンディションを外してきてでも珍しいよね、コンディションを外すのは。そうですね、はん、あのね、はんなかったですね、初めてぐらいじゃない、あのいう感じで。いやー、その前が逆に調子良かったですね、あのゲストの時は、まあ、やっぱ、まあ、絞りがちょっとそこまでだったんで、パンパンにはなるんですけど、あんまイメージを持ちつつ、なんか変な調整しちゃって、いらんことしたなっていうのは、今思えばやった。それの状態で勝つっていうのはすごいよね。でもやっぱり出てきたときに、すごく調子悪そうだなと、やっぱり俺も思ったし、はいはいはい、ずっとさ、近くで見せたからさ、相澤君の毎回の凄まじい仕上がりを、俺、もうすぐそばで見せたから、
と思ったけど、やっぱりポーズ取ったら弱点がないからさ、どん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 他の選手と差が開いてくるとか、ポーズ取れば取るごとにね、でやっぱりすごいなと思ったし、ポーズ取ればなんとかなる、なんとかなるっていうか、あれなんですよね、リラックスポーズとか全然他のインパクト強い人なんですけど、ちょっとアウトラインがあれなんで、こう腕上げると、まあそれこそ二頭の高さとかなんとかこう、なるほどなるほど、でもやっぱ世界で勝っていくっていう風になると、リラックスポーツは結構そうかもしんない、長いんで、そこでとにかくだから後ろ向けばハムとお尻が分かりますけど、最初ってやっぱ死闘、そうだね、ここと、あとお腹と、この肩さんと、そこをね、変えていかないと勝てないです、まあ、世界選手権だともうみんな審査員みんな知らないからね、知らない、そうですね、だからもう本当パッと見の人、しかも選手も多いから、バーッと JP はかなりゆっくり見てると思う、ゆっくりです、世界選手権俺も出たって思ったけど、すっごい速いポン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 だから、はい、第一印象だから、リラックスポーズ取んなきゃいいんだよ登場するからずっとダブルバイしてればこれで、これで登場すればいいじゃんずっと永遠に世界選手権75、俺は普通に取ると思うけど、思ってるけどね、俺はぶっちゃけ余裕で取れると思って、正直質感が違いますよね、まあまあまあ、ね、そこはちょっとしょうがないけど、でも変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくて、俺がいろんな人を近くで見た感じ、前澤君が限りなく日本人だと質感がズバ抜けてる、あ、そう、俺の中で、うん、仕上がりのなんて皮膚の感じとか、ほうほうほう、なんて言うんだろう、海外のそういう人たちに見劣りしないと思うんだよね、マジですか俺はさ、仕上がりっていうか、なんか体感の時もさ、ちょっとちょいやっぱ水っぽいというかさ、バリバリバリってなんないから、なんかその場合膨らむけど、膨らますよね、バリバリってなんないから、そこがちょっとあれなんだけど、相澤くんなんかもう若い時からずっとそうだけども、すっごい皮膚が薄いというか、バリってなるのかなってる、特にキス派もねあーこっちは、うん、そうですね、ありやすいかも、全然そこでも戦い合えると思うし、ポーズ取ったらもっとすごいから、なんか全然近いうちに世界チャンピオンになると思ってるんだよね。いつも通りのコンディションでいい、はい、そうですね、だからいつも通りってすごい大事なんだなって思って、すごい挑めたらもう全然余裕で取るなとは思ってて、で、まあ、まだ23だからこれからもさらに伸びていくし、ってなったらやっぱその日本人の歴代日本チャンピオンの中でもやっぱり一番最強なチャンピオンになる日は近いような俺は気がしてるんだけど ね、 そうですね、俺の中でやっぱり完成度とかもうズバ抜けてるから、まあ、いろんなタイプのね選手がいるから並んでみないと分かんないけどさ、 その中でもやっぱ完成度は相澤君がちょっと抜けてるかなと思う、弱点がないからさっていうので、これから最強チャンピオンになるだろうから、まあまあまあね、負けることないと思うんで、もう日本だともう、正直ね、何十連覇するか、全然コノマさんの記憶は全然抜くと思うし、相澤君がそこまで出てたら、全然抜けると思うし、あとあれだ、やりたかったのが、お互いのボディービルダーとしてのすごいところを言い合う。いいね。まあ、俺今も結構ボーッて言ったんで言ったけど、とにかく質感がすごくいい、コンディションもまずほぼ外さない、ほぼっていうか毎回外さない、弱点がない、どのポーズもやっぱボディビルってそれが一番大事だと思うんで、いくら強いポーズがあっても他のポーズであんましってなったらね、評価が落ちちゃうから、全部強い、バランスがいいだけじゃなくてそこにデカさも入ってるから、全部のポーズが5段階のうちの5みたいな、全部がねっていうイメージ、俺の中ではね。で、横川さんもそんな感じじゃないですか、だから弱点がないじゃないですか、弱点なくて、じゃ仮にその質感が、まあ、ご自身のおっしゃってる通り、ちょっと水っぽさが出るっていう、でもそれは膨らみで、やっぱ全然圧倒できるっていうところがあるんで、だからそのベテランの30代、40代の方って、皮膚がものすごく薄くなるので、そうだね、あそこまで行くときは多分サイズダウンしちゃうと思うんですよ。あ、なるほど、いやいや無理やりやろうって、だから逆にそれは横川さんのいいところだと思いますし、だからそれで圧倒的なこう存在感が、まあ、
バランスはあってなんだけど、それ以上に筋肉量、あ純粋な大きさは、まあ、ちょっとやっぱ、えげつないなって思います。ポージング、オーラ、オーラはすごいね、俺はすごいっす、オーラすごいよ、いやすごいっす、もう圧倒的なカリスマオーラを出してるから。あれは練習してるんですか、オーラ、オーラ、うん、生まれた時からオーラも取ってずっと生きてきちゃったからさ、剥がれないよ、このオーラ。どうするよ。冗談ですよ。そっかそっか。ビルダーですよね、ちゃんと。ボディビルダーだなと思って。トレーニングじゃなくて、うん、ボディビルダーだなって思ってるんで。まあ、俺にはその、アイザクみたいな質感も、俺も完成度も多分ないから、俺結構荒いと思うんだよな。俺自分では荒いと思ってるからだ。まずはハムケツが俺は出ないからサイズ枠みたいにバキ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 ってなんないから、そのサイズがあったとしてもそこが出ない。まあもしかしたらあの時から出たって3年も経ってるから進化してるから今はもしかね出るかもしれないけど、あの時時点では全然そこのねハムケツが弱かったから、それを23歳で今あんな体になってるマジですごい。やっぱ質感とかってトレーニング歴とかによるのか。あとは、動かすペースはあると思う。だからさっきのトレーニングの時も言いましたけど、速い動きできる人って質感はやっぱ良くなると思うんですよ。だからやっぱ体がちょっとブロッキーな、なるほど、丸くならないような感じはなんか見てる感じとして、逆に大きい可動域でこう同じテンポで動かしてると、うん、丸さは出てくるんだけど、硬さがちょっと出づらくなりそうな感じは、ね、いや、難しいよな、そこら辺。これはもうあくまでイメージなんで、イメージとしか言えないですね。まあでも確かに、確かにそんなイメージは分かる人は結構いるんだけど、そんなような気も してる、俺だから、時間かかるよね。ボディビルでね、その自分の理想とするのやつすると俺トレーニング始めたのは二十歳だから、そうだ、もう二十歳から始めて育っちゃ5年でちゃうからね。アイザートレーニングは相沢君の方がもう大先輩に、もう倍ぐらい違うから、だからさっきトレーニングしてても分かったけど、すごいいろんなこと知ってるし、いろいろ考えて考えて上での動作になってるから、俺はもう本当に知らないことが多いからさ、感覚でそこなんか自分のいい方向にっていうのをやってるだけで。でも結果なんですよね、この競技とか、ボディメイク。たまたまだね、俺は。本当にたまたま運が良く、なんか。本当にだからそこはなんか天才っすよ。なんか思います、本当に。いいなと思います。たまたま。いや、すごい若くてこんな知ってて、すごいなと思うよね、マジで。ありがとうございます。何か勉強してるの、それは。勉強、そうですね、勉強は、はい、します。本とかで。本とかもあるし、研修とかがある。そういうので出させても、あの知り合いの研修にちょっと顔出させてもらったりとか。なるほど。はい、そういうところで、そのトレーニングとは正直ちょっとコンディショニングの部分なんで、さっき姿勢のところにつながってくるんですけど、結局そこがつながってトレーニングの動作になってくるので。なるほど。種目をどうこうじゃなくて、動きを変えないと、多分種目何やっても効かない。そうだね、そうだよね。そうだよね、それは分かるな。まあ、みんな何の種目で何キロで何レップってすごく気にするけど、そこじゃなくて、そもそもの動きに問題がある場合がほとんどだから、そもそもの動きがしっかりできてれば、別にどの種目やったって効くし、効かせられるしみたいな。まあ、もちろん体の、ね、骨格とかも、はい、あると思うんだけど、そこはね、確かにそうだね。それがもう23歳で生きてるって本当にすごいな。これからもどん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 でかくなっていくだろうし、大会の時の体重ってどんぐらいしてるの？去年は 74.5 から5ですか。そうなんで、身長いくつ？160、一応 4.4 です。一応4 、
そうか、でもそれでさ、日本クラス別80キロ級でしたじゃん。あの時は6点、軽量が 6.6 とか、80なんかもう 5.1 以上だったら出れるんで、はい、全然そこは、80に出たのは、そもそも、なんていうかな、80に出たかったと思うんです。俺80キロ級なんだぞっていうイメージをつけたかったわけな。いやでもその中でも圧倒的に目立ってて、19キロ選手だったとかって全然相澤くんの方がでかいから、ね、体重情報っていうよりなんかその、ね、筋肉その形とか、はい、コンディションとかいろいろあるんだろうけど、本当にすごいっすよ。本当にこれは本当にすごい伝説のチャンピオンになるんじゃないかなと俺はねずっと思ってる。今年の日本選手権も楽しみだし、俺も見に行くけど、またさらにどんな感じで進化してるのかっていうのをすごい楽しみ。俺は優勝なのは間違いないと思う。はい、ということで相澤君とちょっといろいろ対談させていただきました。まあ俺が聞きたいこととか結構聞いたんですけど、まあ、まだまだちょっと聞きたいことはあるんだけど、これからの相澤君の活躍そして体の成長ね、皆さん見ていただきたいなと。僕はあの間違いなく相澤君はもう歴代最強チャンピオンになると俺は確信してるので、まあ、今年もねすごい体を見せてくれると思うんで、ぜひ皆さんでちょっと見守って、そしてなんかね楽しみに、俺もすごい楽しみなんで相澤君のさらにどんな体になるのか楽しみなんで、皆さんで、見て、楽しんでいけたらなと思います。終わり人混みに耐え抜いた経験が強靭な肉体を作る。肉体はその人の絵らしいな。築き上げる人の